で思うのはサロンでやるのが本当は嫌なの。だから最初は出さないって話だと思う。元は俺も賞味期限がある、マックスも賞味期限がある、プーも賞味期限があるから、有名な女優とか知名度あるやつをインフルエンサーに仕立て上げようってことだ。今いろんな業者、ヤックン、新さんとかみんなインフルエンサー育ててるの、女の子の仕事をやるためにね。すぐね、淘汰されると思う。スピード勝負にしては考える時間も長いし、時間効率悪いし、費用対効果はないのかなって。あの人数で割ったらプーンとかが商材売りよりいいと思うけど。あ、でそれも間違ってやってくれてもいいけど。そうじゃん、うん、だから俺ももうなんか結構いろいろ売ったし、もう俺が売るプーンが売るより、うん、新しい有名なやつに売らせた方が絶対儲かるんだよ。だから商材をあっち系で出したい、全部余裕系で。